イケメンって何だと思いますか？ちょっと答え俺さが。せていただくんですけども、やっぱイケメンとは、まあ先ほども言ったんですけど、この鈴木優選手みたいな方のことだマとジで。私自身思っております。理由としてはですね、やっぱ顔もかっこいいんですけども、もう中身がですね、本当にすごいんですマよ。ジでもう、投票お願いしよ、ます。はい。試合前のルーティンはありますか？ということで、まあ、試合前は、集中力を高めるためにも、ブドウ糖がたくさん入ったラムネを食べるようにしています。